こんにちは、古書芸人です。今回はオーディンもトイスレイプニルを使って遊んでいきます。オーディンもそろそろ使えなくなっちゃうしね。当時は古書とスレイプニルのコンボが必修科目だったのは言うまでもないんだけど、時代とともに常識が少しずつ変わってきています。当時の問題集の基礎スレイプニルだと、進化置きの潜伏かつ古書バフで8点を盤面に蓄えて、次のターンに古書の4点と合わせて12点、残りの8点をどうにかしてひねり出せ。これが基礎問題だったよね。まあ This is a Penについて説明してるのと同じようなもんだし、今更タウンだね。わからない人は教科書に記載されている、公式、古書ゴラスの定理を見直してきてね。そんで話を戻すんだけど、要するにどうにか8点を出せってお話なんだよね。基本的にオーディンの着地は6ターン目だから、7PP は使えるんだよね。まあ操縦で 3PP 使うから実質 4PP なんだけど、ユアン2枚で8点出したり、ちょっと削ってれば倒せたりとか色々あったね。そもそも当時の環境だったら9ターン目まで耐えられなくもなかったし、アルマジで耐久してからカゴ疾走とかもできたね。とにかくいろいろやりすぎてもう覚えていません。サイの河原かってくらい盤面に古書を置いては負けてるからね。もちろんこのデッキもサイの河原軸。想像の中じゃ勝てるビジョンがなかったね。でも使ってみたら想像よりもワンチャンがあった。スレイプニルさえ処理されなきゃ勝てるって感じだったね。一応当初のプランについて説明するんだけど。まずはシンプルに PP ブーストでしょ。そして豚が1枚で3面並べてくれるから 8PP で古書が置ける。もしくは今盤面にいる総流なんとかラングレーで3面設置。ドローも進むし、一石二鳥だね。基本的にはそのパターンが楽だけど、ベルエンが残れば別にどうにでもなる。そしてさっき言ったスレイプニルと古書で12点の準備をするじゃん。あとは8点適当に考えるだけなんだけど。アディショナルで追加されたバイブカハで4バフとカゴの3バフで7点。あとはドラゴンブリーダーの1バフで20点。そういう感じ。9PP 消費しないとできないんだけど、どっちも覚醒以降で故障置くから間に合うといえば間に合う。問題はこっちの体力が間に合わないことくらいだね。でも時代は令和。過去の公式で一気に20点を叩き出す時代じゃないんだよね。昔だったら耐えつく狙うってプランもできたけど、アルバハとかいうカードのせいで無理ゲーに無理ゲーを重ねられている。サイの河原ですらストレスフリーに感じるレベルだね。そういう部分もあって今のトレンドは文化スリーサル。削れるんだったら削っておけってことだね。スプラトゥーンだってそう。縄張りバトルで最終的に塗り勝ちするけど、ある程度自陣の区画は塗っておくでしょ？そういうことだよ。この動画が投稿されてる頃にはもう発売されてるかな？楽しみだね。腕前 X とかない頃に S まで行った記憶はあるんだけど、結局のところスプラには1ヶ月くらいしかやってないし、ジャイロも差が増えているであろうさんで楽しめるんだろうかって不安もある。グラマスチャレンジで前夜祭もやってないし未知数だしね。シャドバは勝つためというよりデッキを組むのが好きだからいいんだけど、スプラは勝ちたいんだよなぁ。そんなこんなで対戦も終盤です。もうこれ以上マクと勝てないので運ゲーをぶち込みます。打線自体は手札にあるんだけど、使うと死ぬギリギリ一歩手前になっちゃったからね。あのカードのせいでスラミだよ。なんかラティカはメタられすぎたのか数が減ってるし、地味に秘術が増えつつあるし、草刈りで飯食ってた私としては非常に困った。これもまたサイの河原ってことなの？私にはわかりません。わかることはネクロでやった方が楽ってことだけ。これで決める。喧嘩すんな。ここは遊戯。わらわの縄張り。古書最強。ちなみにデッキはこんな感じ。最後なんだかんだで20点出せる手札になってたんじゃない？運も味方してたしね。逆に言えば運がないと勝てないとも言える。なんならフォルテに入れ替えれば世界は変わる可能性もある。でもお世話になったのはオーディンスレイプニル。これでローテを期間違いしてたら恥ずかしいので動画を終わります。
ご視聴ありがとうございました。